看路加福音。路加による福音書開きましょう。十九章。十九章の二十八节。二十八節。路加福音十九章二十八节。路加による福音書十九章二十八節。耶稣说完了这话，就在前面走上耶路撒冷去。イエスはこれらのことを言った後、先頭に立ちエルサレムへ登って行かれた。29節。将近伯法其和伯大尼在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说。そしてオリーブという山に沿ったベテバゲとベタニアに近づかれる時、二人の弟子を遣わして言われた。30節。你们往对面村子里去，进去的时候必看见一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。向こうの村へ行きなさい。そこには行ったら、そこに入ったら、まだ誰も乗ったことのない老婆の子がつないであるのを見るであろう。それを解いて引いてきなさい。31節。若有人问为什么解他，你们就说主要用他。もし誰かがなぜ解くのかと問うたら、主がお入りようなのですと、そう言いなさい。32節。打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。そこで使わされた者たちが行ってみると、果たして言われた通りであった。33節。他们解驴驹的时候，主人问他们说，解驴驹做什么？彼らがその老婆の子を解いていると、その持ち主たちがなぜ老婆の子を解くのかと言ったので、34。他们说主要用他。主がお入りようなんですと答えた。35。35節。他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。そしてそれをイエスのところに引いてきて、その転ばの上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せしたと。36節。走的时候，众人把衣服铺在路上。そして進んで行かれると、人々は自分たちの上着を道に引いた。37。将近耶路撒冷正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能都欢乐起来，大声赞美神。いよいよオリーブ山の下り道あたりに近づかれると、大勢の弟子たちはみんな喜んで、彼らが見たすべての力ある御業について。声高らかに神を賛美して言い始めた。38節。说主奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。主の名によって来たる王に祝福あれ。天には平和、意図高きところには栄光あれ。39節。众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”ところが群衆の中に言ったあるパリサイ人たちがイエスに言った。先生、あなたの弟子たちをお叱りくださいと。40節。イエス说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”答えて言われたあなた方の言うが、もしこの人たちが黙れば石が叫ぶであろう。在我们聚会前所唱的十九首赞美诗叫何塞纳。集会前の賛美歌19番はこれホサナっていうタイトルです。大家都知道这是欢呼歌颂和平君王。すなわちこの平和の君に対して声高らかに賛美している歌です。也就是我们以上所读过这一段圣经里面的描述。すなわちさっき読んだこの段落の聖句に書かれているその状況であります。法利赛人他们对旧约的道理都很熟悉的。パリサイ人たちは旧約聖書の教えについてとても詳しいです。所以他们知道旧约里面的弥赛亚就是受膏者的君王。ですから彼らは旧約聖書にあるメシアというのは油で立てられた王であることを知ってます。而这里耶稣的门徒竟然对耶稣说。奉主名来的王是应当称颂的。しかしここで弟子たちが主の名によって来たる王に祝があれと。法利赛人没办法接受耶稣就是弥赛亚。しかしパリサイ人にはイエスはメシアであることということを到底とても受け入れられません。但是耶稣好像当之无愧一样，门徒这样称颂，耶稣就接受。しかし弟子たちにそういうふうに褒めたたえられイエスはちとも
恥なくそれを受け入れました。所以法利赛人才会对耶稣抗议说：“你为什么没有责备你的门徒？”よってパリサイ人はイエスに対してなぜあなたの弟子たちをお叱りしないですかと。意思就是说你哪里配当弥赛亚？言い換えればあなたがメシアにどこがふさわしいんですかと。门徒这样欢呼这样叫，你竟然就接受吗？弟子たちがこんなに叫んで声高らかに叫んで、それにあなたはそれを素直に受け入れるんですかと。耶稣没有正面回答。しかしそれに対してイエスは答えませんでした。耶稣反而讲了一句耐人寻味的话。そこでイエスは人に意味を深いことを言い出した。也就是我们今天晚上所要学习的这一句话。それは夜我々学んでいこうこの言葉です。若闭口不说，石头必呼叫。もし黙っていれば石が叫ぶであろうと。对我们一般人来讲，我们也真的不知道这到底说什么。まあ一般の人の私たちにとっては一体この言葉はどういう意味あるかって分かりません。耶稣好像所答非所问吧。イエス様の答えが質問に当てませんと。耶稣这一句话不只是告诉法利赛人，更告诉我们今天的每一个人。しかしイエス様のこの答えはパリサイ人に対してるばかりじゃなくて、今日の私たち一人一人に対しての言葉です。如果门徒不称颂耶稣基督就是和平的君王，もしも弟子たちがイエスは平和の君であることを褒めたたえなかったら、主耶稣说这些石头都会叫起来。イエス曰く、ここにある石がみんな叫ぶになろうと。意思就是告诉法利赛人，すなわちパリサイ人たちにこう言うんだ。我的门徒这样称颂，百分之百正确。私の弟子がこういうふうに私を褒めたたえていることは 100% 正しいこと。他们所看见、所听见、所知道的，不能不说。彼らの見たこと、聞いたこと、あるいは知っていることを言わなければならないからです。这句话对今天的我们要当耶稣的门徒也是很重要的一个提醒。そしてこの言葉は私たち今日イエスの弟子になりたがるこの信者たちもとても注意深い言葉です。门徒是盟主耶稣拣选。弟子たちはイエス様に選ばれたものです。我们今天也盟主耶稣拣选。しかし私は今日もイエスによって選ばれたものです。我们看见了，我们听见了，我们体验到了。我々見た、聞いた、また体験したもの。如果我们没有在信仰的生活里面来称颂神、歌颂神、赞美神、传扬神。もしも私の生活の中に、信仰生活の中において、神、主を褒めたたえなければ、あるいは伝えなければ。イエス说、他会兴起石头来歌颂他。イエスは曰く、この石を起こして、そして主を褒めたたえさせる。主耶稣升天前。イエスは天に昇られる前に、再一次、告诉门徒。もう一度弟子たちにこう言いました。ルカ福音。同じくルカ福音書の24章48節。我们先看44節。まず44節見ましょう。ルカ福音24章的44節。ルカによる福音書24章の44節。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在这时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”それから彼らに対して言われた、私が以前あなた方と一緒にいた自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわちモーセの律法と預言書と詩篇とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。48。飛んで48節。你们就是这些事的见证。あなた方はこれらのことの証人であると。好，在这里是主耶稣复活升天前再告诉门徒。ここではイエスが復活されて昇天される前に再び弟子たちに言ったことだ。也可以说等于在坚定门徒的信心。言い換えればもっと弟子たちの信仰を固めてあげようと。当我骑着驴驹进耶路撒冷，你们的歌颂欢呼。百分之百正确。私がコロバに乗って、エルサレムに入るとき、あなた方のその声、高らかの呼び声は正しかったです。你们不用担心法利赛人不满抗议。あなた方がパリサイ人の抗議不満に、心配しなくてよろしいと。你们不用胆怯害怕法利赛人的阻挡。あるいはパリサイ人のその邪魔に対しては恐れるなと。主耶稣告诉他们，从旧约所
指着我的预言，通通会应验。イエスは弱く旧約に私を指して書いたことは、すべてことごとく成就するというんだ。一直到现在新约，你们跟我三年多了，这些就是你们所看所听的，你们就是最好的活的见证人。あ、そして新約に至ってあなた方と私三年半の間に一緒にいて、あなた方の見たこと聞いたことは。によってあなた方は生きた証人だ。我们看以赛亚书。以赛亚书第九章。九章。第六节。九章六節。以赛亚书九章六节。以赛亚书九章六節。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神。永在的父、和平的君。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にあり、その名は妙霊なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。主耶稣告诉门徒说，摩西的律法也好，先知书也好，诗篇里面也好。只要是指着我的预言都会应验。现在以赛亚先知预言有一个婴孩为我们而生，他是和平的君王。啊，イエスは弟子たちに対してモーセの律法や預言書また詩篇に自分に対してついて書いたものは必ず成就すると言っていながら、そしてイザヤの預言書は一人の男の子が生まれる、そして平和の君と唱えられるというんだ。属地属世的君王都是拼到你死我活，都是血腥的。啊，地上にある王たちはお互いに抗争し合って、争ってるんです。胜者为王，败者为寇，所以一定要置对方于死地。勝った者は王となれ、敗れた者は殺されるんであります。耶稣说：“我来到世上，我要当王，我不是属世的王。”啊，イエスは約私は世に来て王となる。しかしこの世の中の王ではありません。我是要使你们所有的世人跟慈爱的天父和平，能够再回到天父面前，这个和平中保的君王。啊，私はすなわちあなた方世の人々が天の神との間に平和に和解できるように私仲立ちの王であります。我是要使人跟神再一次和睦的君王。私が人と神を和解させる王であると。所以我这个君王来不是耀武扬威的。だから私はこの王はここに来て武力を振るうわけでありません。撒迦利亚书。ゼカリア書を見ましょう。第九章。九章。第九節。九章の九節。撒迦利亚书九章九节。ゼカリア書九章の九節。西安的民呢、啊、应当大大喜乐，耶路撒冷的居民呢、啊、应当欢呼。看啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。西安の娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、呼ばわる。見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、乳馬であってロバに乗る。すなわちロバの子である子馬に乗る。好，旧约的先知讲预言，我们知道预言类里面有大先知、小先知。现在看到大先知以赛亚、小先知撒迦利亚都预言耶稣。啊，所以旧约圣圣经里有预言者あって、大預言者と小預言者、そして大預言者のイザヤ預言者、そして小預言者のゼカリア預言者がイエス様について、預言してるんです。这个和平的君王是怎么来的？この平和の王はどうやって来たんですかと。不是骑着千里马。あ、これはたくさんの馬に立派な馬に乗ってきたではありません。谦谦和和骑着驴驹子是小驴啊。牛あれ、そして小馬に、乗ってきたんです。这一幕我们把它想象呢，这一只小驴一步一步慢慢在走，上面所骑的这个人是让人和睦和平的君王。あ、この一幕を。小さな老婆の上に乗っているのは人々に平和をもたらす王であると。是平易近人，让人看到都可亲可爱、可信任的。そしてとても優しくて人から近づけるものであります。
所以众人看到这样的王进耶路撒冷，非常的欢迎。だから皆さんはこの王が、あ、こういう王がエルサレム入るのを見て、そして大いに喜んで。門徒更不能不称颂啊。そして弟子たちもそこで賛美しなければならない。所以难怪会说奉主名来的王是应当称颂。ですから彼が主の名によって来られるものは褒めたたえさせる。主耶稣升天前再安慰门徒，再加强门徒的信心。啊，耶稣は昇天される前に再び弟子たちの信仰を固めてやった。以赛亚、撒加利亚预言，你们都知道啊。あと、イザヤやあるいはゼカリアの予言は皆様知ってる通りだ。你们也不输给法利赛人。あなた方もパリサイ人に負けません。现在你们跟着我，你们看到了。今あなた方私ついてきてそれを見たでしょう。所以你们一定要勇敢的欢呼，勇敢的见证，你们的活见证才真的是我的好门徒。ですからあなた方も勇敢に喜べ、勇敢に証ししてあなた方の証しはによって私の生きた証人であると。所以耶稣这句话有双重的意味。ですからイエス様のこの御言葉が二つの意味を持つんです。第一个是告诉法利赛人。一つ目はパリサイ人に対して。你们太没有福分了。あなた方は不幸せだ。所以你们看不到我。ですからあなたが私を見ることできません。虽然你们一直盼望弥赛亚。あなたがずっとメシアを待ち望んでいるけれども。弥赛亚在你们眼前，你们看不出来。しかしメシアあなたの 目の前にいるのにそれも見えないのか。因为他们没有一颗柔和接受的心、啊。なぜなら彼らには柔和で受ける心が備えてませんから。所以主耶稣告诉法利赛人。ですからイエスはパリサイ人にこう言いました。就算我的门徒不讲，石头会讲。あ、私の弟子が黙ってれば、あ、その石が必ず叫ぶんだって。同时，耶稣也肯定门徒。と同時にイエスも弟子たちを認めました。你们讲的非常好。あなた方の言うことは正しかった。你们讲的非常合天父的旨意。そしてその言葉は天の父に御胸に合うものだ。所以我们今天蒙主拣选到现在。今日私たちが主に選ばれて。今日至って我们有没有去感受到耶稣来到我的心中真的是和平的君王？イエスは私たちの心に来て、そして平和の君として来られたのか？我们会不会因为信了耶稣而内心真的会这样颂赞？私たちがイエスを信じて本当に心からこういう褒めたたえの言葉出るんですか？和平的君王不会让我们恐惧，不会让我们害怕，不会让我们吓破胆。平和の君というのは私たちのそのおののいてあるいはこの恐怖心を与えません。和平の君王是带给我们欢呼喜乐平安。平和の君は私たちに喜び叫びそして平安をもたらすものだ。我们遇到任何事情。私たちがどういうことに出会っても。整个世界都是瞬息万变。世界はいつも変化に富んでるんですが。打开电视，打开报纸，看国际局势都是动荡不安。テレビ見ても新聞見ても国際情勢が非常に不安定な状態です。軍事也好、经济也好、政治也好、軍事においても政治においても経済においてもそうだ。大自然的灾難变化也好、大自然の災難やあるいはその変化もそうだ。印尼又是大地震、インドネシアはまた大地震があったんです。这个对我们日本来讲也是有阴影的。これは私たち日本にいる者にとっても一つの影になる。但是世界上这么多的事情。世の中こんなたくさんの出来事があって。我们怎么烦恼都烦恼不完。我々いくら心配しても心配しきれませんよ。イエス告诉我们一句话。しかしイエス様は私たちにこういう言葉を発してるんだ。心里柔和谦卑。へりくだって柔和であれ。这是我和平君王的样式。それは私この平和の君の本来の姿だ。一个心里真正柔和谦卑的样式是什么？本当に心が柔和でへりくだってるという状態はどういう状態か。我们会顺服和平君王的带领。我々は平和の君の導きに従うんです。和平的君王都能够稳如泰山。平和の君はとても穏やかで安定してるのに。为什么我们因为四周围的动荡不安而我们就？吓得脸变色。しかしなぜ私たちが周りの不安によって我々を恐れているのか。甚至于我们都不想活。あるいは、生きてられないと言うんですか。慕道者也好。求道者にしても。我们的老信徒也好。あるいは古い信者にしても。都诉苦过。こんなに、不満を言いました。这几天接到电话都说我不想活了。
啊、最近の受けた電話も私は行きたくない。我活不下去了。もう生きてられないって言うんです。我们和平的君王怎么告诉我？しかし平和の君は我々に何と教えてるんですか？你要歌颂，要欢呼。あなた褒めたたえなさい、喜べなさい。我们没有办法。我々できません。我们要死掉了。あ、もう死にそうだ。因为我看不到和平的君王一样。なぜやならば平和の君を見えないように。所以我们颂赞不出来。だから褒めたたえませんって。主耶稣怎么说？イエス様は何と言ったんでしょうか？你不讲哈、哦？あなたは言わないですかって？石头要讲。啊、しかし石が叫ぶ。什么样的石头会讲？どういう石が叫ぶんでしょうか？石头怎么会讲？どうやって石が叫ぶんですか？这是我们要来思考。これは我々考えさせる問題だ。石头是死的。石というのは死んだもの。石头是没有生命的。石には命がないものだ。耶稣基督本身就是生命的源头。そしてイエスキリストは自らこの命の源です。他都能够使无变为有。無から有ということを生ませる。使没有生命的成为有生命。そして命死んだものを命のあるものに変えるんです。使死的能够成为活的。あ、死んだものを生きるものに変えるんだ。我们看以西结书。エゼキエル書。36章。36章。以西结书36章。エゼキエル書の36章。26節。26節。36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。26節，私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。27。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例。谨守遵行我的典章。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。石头是硬的，死的。石は硬くて死んだものだ。我们的心如果是像石头一样，我们也是石头。もしも私たちの心は石のようでしたら、石と同じだ。但是现在透过以西结先知告诉我。しかしエゼキエル預言者を通して私たちはこう教えました。怎么样的石头会呼叫？どういう石が叫ぶんですか？蒙神的恩典赏赐新的灵。すなわち神の恵みに扱って、そして新しい霊を授けられるものは。这个是神的赏赐。これは神の賜物です。所有的人本来都是硬心的。啊，もともと全ての人の心は硬いんだ。因为罪的隔绝，我们不可能来认识天上的神。それが罪の隔くりによって、私は天の神を知ることはできませんでした。所以神的怜悯、神的恩典、神的赏赐。しかし神の憐れみ、神の恵み、神の賜りによって、在我们东方的中国来建立了真耶稣教会。啊，東の中国に新耶稣教会が建てられた。让我们东方人能够得到这样的大恩典。それによって東方の方々がこの大きな恵みに預かることができた。我们今天每个人都进入了真耶稣教会。今日私たちみんな新耶稣教会に入って。都是蒙神拣选。すなわち神に選ばれたものだ。我们都是会呼叫的石头才对。我々みんな叫ぶ石になるべきです。因为我们都有一个新的灵。なぜならば新しい霊与えられている。并且这个灵很重要的是什么？ましてこの霊というのは大事なところというのは。不是只有祷告、震动、讲灵言、唱灵歌。これ単なる祈る時に異言を語って霊の歌うだけじゃありませんよ。動くだけじゃありませんよ。我们祷告的时候，有时候如果动作太大。我们要稍微节制一点。ですから祈る時もしもあまり動作が大きすぎると、程度自制が必要。要考虑其他慕道朋友来，有时候说，哎，怎么这样子？まあ新しく求道者来た時に驚かせないように考えるんです。我们自己知道动作太大，你一定要节制，要控制。圣灵的果子也是要节制。あ、自分の動作が祈っている動作があまり大きすぎると自制すべき。なぜなら御霊の実は一つ自制というのがあるんです。神的灵给我们很宝贵，许多宝贵当中的一点就是这里告诉我们，会使我们顺从神的律例，谨守遵行神的典章。神から与えられたこの霊というのは私たちに大事なことをそのうち神の定めを守って掟を守ってそれを行う。所以如果我们成为一个会呼叫的石头。だから私たちはもしも叫ぶ石となったならば。我们宝贵的表现之一是顺从神。
啊，一番大事の現れというのは神に服従するかです。弥赛亚来了，メシアが来たと。来られた。颂赞，それを褒め称える。和平の君王来了，平和の君が来られた。唱出何塞纳，そしてホサナというふうに歌うんだ。这就是谦卑、柔和、顺从。これはすなわちへりくだって柔和で服従するもの。所以我们今天听到神的福音。今日神の福音を聞いて。听了就算了。それ聞いて流しただ。听了就把它忘了。あるいは忘れてしまった。虽然祷告，哇，身体很震动，力量很大，一都卷。いくらお祈りの時に聖霊に満たされて、威厳が語って大声で動いても。我们最好静下。できれば静かにした方がいい。学习一下，看看耶稣和平的君王是慢慢的。すなわち平和の君イエスの動作は非常に静かです。所以不需要停留在大动作里面，认为我这样才是圣灵大充满。だから大きな動作するから私は聖霊に大いに満たされていると思わないで。相反的，你要在平静安稳当中。かえて静かに穏やかな状態が柔和谦卑顺服当中。そして柔和へりくだって服従の状態になる。把所听到的道理真的用信心调和。そして聞いたその教えが信仰を持ってそれに調和する。如果你认为道理讲归讲，もしも聞いた教えは単なる聞いただけと、危险的是我们。しかし一番危険のはやっぱり自分です。你不会成为呼叫的石头，自分は叫ぶ石とはなれません。如果我们今天听的道理，もしも今日の聞いた教えは能够谦卑受教，そしてへりくだってその教えに従うならば、纯正的灵粮百依百顺，正しいの霊の食べ物はに対して 100% 服従する。四周围环境怎么变怎么乱，周りの環境はいかに混乱して変化に富んでても、别人信耶稣信到好像看不到和平的君王，他の人の信仰によって平和の君も見れないように、但是你在动荡不安当中であっても、あなたはその不安の中においても你会呼叫起来，あなたは叫ぶことができる。你虽然好像很多灾难，自分にはいろんな災難が降りかかっているように、你还是会称颂神，しかしそれでも神を褒めたたえる。你会像保罗一样，またパウロのように、保罗这个呼叫的石头，パウロこの叫ぶ石，他无论在什么状况，彼はいかなる環境に置かれても、在他前面所看见的就是骑着驴驹的和平的君王，彼の目の前にはすなわちコロバに乗っている平和の君しか見えません。所以在他传道的生涯里面，ですから彼の福音伝道の生涯においては、他真的是非常的动荡不安。彼はとても不安な状態でした。但是我们听他所讲出来的话，しかし彼の教えたその言葉に、所勉励我们，我らの励ましの言葉、所安慰我们，慰めの言葉、所鼓励我们的、励ましのにおいて、有什么事能够使我跟基督的爱来隔绝？それは何をもって私とキリストの愛を隔離することができるんですか？没有，ありません。我看到这个和平的君王骑着驴驹，就是等着我来歌颂。この平和の君、ロバに乗っているのは、それは私の呼び、その褒めたたえの声を待っているわけだ。保罗没有因为他所遇到的一些在人眼中看来的不如意而吓破胆。パウロは自分の境遇、あまりいい境遇じゃないによって恐れることはありません。所以保罗真的是一个被圣灵充满的。本当にパウロは聖霊に満たされるもの。实在是一个会呼叫的石头。本当に、叫ぶ石であって。因为他体验到。なぜなら自分はそう体験した。所以他这样告诉我们。だから私たちにこう言うんです。哥林多前书。コリント人への第一の手紙。第十章。十章。第一节。一節。哥林多前书十章的一节。コリント人第一の手紙十章の一節です。弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。はい、兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖はみんな雲の下におり、みんな海を通り。二。二節。都在云里海里受洗归了摩西。みんな雲の中海の中でモーセにつくバプテスマを受けた。三節。并且都吃了一样的零食。またみんな同じ類の食物を食べ。四。四節。也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。みんな同じ類の飲み物を飲んだ。すなわち彼らについてきた類の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。保罗他体验到。パウロが体験した。保罗他这样告诉我。また私たちにこう教えます。
耶稣是磐石，耶稣は岩です。但是不是普通的磐石。しかし普通の岩じゃないんです。是有生命、命のあるもの。是灵在里面的灵磐石。すなわち霊が中におる霊の岩。所以我们从灵磐石耶稣基督所出来的，我们也是会呼叫的石头，没有错的。ですから霊の岩イエスキリストから出てきた私たちも。その岩であって、そして叫ぶことができる。普通の磐石没有生命。普通の岩は命がない。灵磐石有生命。しかし霊の岩には命がある。普通的石头没有生命。普通の岩には命がない。心灵进入我们里面，神的灵赏赐给我们，我们就成为有生命的石头。あ、しかし新しい霊は私たちの心に与え授けられるは、私たちは生きる石となる。保罗体验到，彼得也体验。パウロばかりじゃなくて、ペテロもそれを体験したんだ。彼得前书。ペテロの第一の手紙。第二章。二章。第四节。四節。彼得前书二章的四节。ペテロの第一の手紙。二章四節。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。主は人に捨てられたが。神にとっては選ばれた尊い生ける石である。五節。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。この主の身元に来て、あなた方もそれぞれ生ける石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、イエスキリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。保罗说耶稣就是灵磐石。啊，保罗曰く、イエスは霊の岩と。彼得说耶稣就是活的石头。啊，ペテロ曰く、イエスはすなわち生ける石だ。活的石头就是因为有灵。生ける石には霊があるから。有灵就是成为活的。だから霊があれば生きるんです。所以灵磐石等于活石。だから霊の岩すなわち生ける石です。彼得就这样告诉。ペテロこう教えるんです。今天我们每个人来到神的面前。こんにちは、私はみんな神の御前に来て。都是一样，跟耶稣基督一样。これイエスキリストと同じように。耶稣基督，法利赛人弃绝，撒都盖人弃绝，罗马人弃绝。啊，イエスキリストはパリサイ人やサトカイ人あるいはローマ人に捨てられている。神宝贵。啊，しかし神にとっては尊いもの。现在别人笑我们，你现在还在信耶稣，什么时代了？この時代に我々も人に現れて、なんでイエスを信じるのかって。哲学家尼采也都说上帝早就死掉了。哲学者も神はすでに特に死んでしまったんだ。意思就是根本没有神了。言い換えればすなわち神なんかいませんよ。你们还在信神？あなた方まだ神信じるかって。没有关系，人家讥笑我们、弃绝我们，是认为我们是没有文化，跟不上这个科技时代的，没关系。しかし構いません。人に笑われても、その見捨てられても、そのこの科学の時代に遅れてると笑われても構いません。我们现在很怕人瞧不起我们。私たちは人から見下げられるのを恐れるんですか。很怕人不要我们。あるいは見捨てられるのが怖いんですか。但是这里明明告诉我们说，神会把你拣选，神会把你看成宝贵。しかしここでは明らかに神を我々選び、そして尊いものとするんです。我们福清人常常会说我们的孩子很宝贵，就是我的喵喵。まあよく中国の方が自分の子供は宝物と言うんですが。耶稣基督拣选我们，我们就是耶稣的喵喵。あ、イエスキリスト私が選んで、私たちもイエスの宝物です。那这样我们还不感恩吗？じゃあこれでも我々は感謝しませんか？你还不会颂赞起来吗？そしてそれでも褒めたたえませんかって。所以我们今天在这个世界。ですから今日我々この世界にいながら。如果天皇说你是我的儿子呢？もしも天皇に言われて、お前は俺の子だって言ったら。一定把所有的照片放大、放大、放再放大。啊，そしたら私は必ずこの記念写真を大きく伸ばすんだろう。恨不得世界各地都知道我的这个 rock 里面，通通是我自己的个人的天皇，是我的老爸。啊，そして自分のブロックには全ての人に分かってもらう、私は天皇の子だと。这个是一定的。これは必ずそうするんでしょ。但是这里告诉我们什么？しかしここは何を教えるかね。我们来到神的面前。我々は神の御前に来て。成为什么？活石，生ける石となったんだよ。所以保罗说他活要为主而活。だからパウロは自分は主のために生きると言うんです。彼得说我们献上灵祭。そしてペテロは我々の霊の生贄を捧げる。也就是保罗是会呼叫的石头，彼得也是会呼叫的石头。言い換えればパウロもペテロも叫ぶ石です。所以保罗被打到半死，活过来，他还是见证。だからパウロはいくら打ち殺されて死にそうになっても、帰ってきたら。
啊、また褒めたたえ、ヤコブ被杀了、彼得被关了。ヤコブは殺され、ペテロは牢屋に入れられ。彼得还是说我所看见所听见的不能不讲。ペテロも私が見たこと聞いたことは言わなざるを得ないんだ。为什么保罗是这样、彼得也这样？なぜパウロもペテロもそういう状態ですか？他们都是会呼叫的使徒。彼らは叫ぶ石ですから。所以我们今天在信仰之生活上面。ですから私たちのこの信仰生活においても、我们所表现的是什么？私たちはどういう行いですか？几乎都是不会叫的石头。我々はほとんど黙ってる石ですよ。因为我们的生活表现都越来越世俗化。なぜなら我々の生活現れもう世とあまり変わらない。你在学校不跟人家一样，你怕被笑了。学校の他の人と同じくないと笑われちゃうから。我们在社会上，人家潮流怎么样，我们不跟不上也怕被笑。社会の流れに遅れちゃうと。笑われるね、所以我们在信仰生活上花太多的时间要跟着这个世界。だから我々の信仰生活においてもあまりにもこの世界についていくのは時間をかかりすぎ。怕落后了。遅れがちのを恐れる。那你同样这些时间、这些精神、这些生命，你用在这方面，那你就没有办法用在把自己献为灵祭、活祭来献给。だからこれの時間あるいは力。その精神、もしもそれに世の中に使われたら、我々この生ける霊の生贄へ神に捧げることもできません。所以保罗跟彼得这些会呼叫的石头，他们为什么说要灵祭活祭？就是你要活为主活，就是活出耶稣的样式。ですからなぜパウロ、ペテロは霊の生贄あるいは生ける捧げ物というのは。これはイエスのように生きるべきです。イエスの様子是什么？イエスのようにというのはどういうことだ？谦谦和和骑着驴去。すなわち乳和でへりくたってこの転ばに。所以别人暴跳如雷。だから人がいくら騒いても。ローマ兵丁又喊又叫。ローマの兵卒はいくら叫んでも。大家都说耶稣该死。みんなイエスを死ぬべきだと言うんで。你看这个和平的君王。しかし平和の君を見ると非常的安静。とても穏やかで。一句话都没有回答，一言も答えませんでした。信到比拉多都吓坏了。そしてあまりにも静かでピラトも恐れた。我们一般的观念就是你动才有力量。一般の考え方になると、動、静より動の方は力が出る。但是圣经里面你注意看，静的力量更大。しかし聖書を見れば静かになるその力がもっと大きいです。所以以赛亚先知才说得力在乎平静安稳。だからイザヤ預言者が力を得るのは穏やかに平穏の時にこそあるんです。得救在乎归回安息。そして救われるのはこれ安息に立ち返る。如果我们是一个会呼叫的石头。もしも私たちがみんなこの叫ぶ石となる我们有生命的石头また命のある石であるなら神的灵在我们里面的石头そして神の霊が中にあるその石ならばイエス是活石我也是活石イエスは生ける石であれば私も生ける石耶稣的样式是怎么样我的样式イエスの様子でしたら私の様子もそうです所以耶稣在大患难当中イエスは大きな患難にあって平静安稳非常に穏やかに安静しているんです我们今天呢今日の私たちは也应该要学习これも学ぶべきところです。所以信仰的生活，天有不测风云，人有旦夕祸。ですから信仰の生活においては天気が変化に富んでて、そして人間の出来事は計り知れないんだ。太多的风浪，あまりの波が多くあります。不用害怕。しかし恐れるには至りません。耶稣非常的稳。イエスはとても穏やか。耶稣非常的静。イエスはとても静かです。所以别人怎么叫怎么喊。いくら他人が騒いでていても、耶稣不动声色。イエスは何事も。耶稣没有报复。イエスは没有报复。報復もしない。耶稣没有斥责说你们这些冒的人全死吧。相手も報復はしません。相反的。かえって父は赦免他们。主よ父よ彼らを許してあげます。他们所做的都不知道。彼らのしたことは彼らが知らないから。这就是柔和。これは柔和です。这就是骑着驴驹。それは転ばに乗ってるもの。今天也是一样。今日もそうです。所以我们祷告主耶稣。だから我々はこう祈るべきです。人家会从旁边惊讶。人はそれを見て驚きます。看到你跟看到耶稣一样。あなたを見てイエスを見たと同じようだ。会叫起来。叫ぶんです。哎呀，你就是耶稣啊！あなたはイエスでしょう。你就是小基督啊！あなたは小さなキリストなの。没有错。間違いありません。为什么你这么柔和？なぜこんなに柔和ですか？为什么你这么安静？なぜこんなに安静してるんですか？遇到这么大的刺激打击，你有办法反驳的？こんなに大きな打撃を受けても、あなたがこんなに
你不会保护他的。そして復讐しないんですか。因为你真的是活死。なぜならあなたは本当の生ける石ですから。你真的是骑着驴驹来的。本当に、この転ばを乗ってきたもの。ルカ福音。ルカ福音書第三章三章第八节八節。ルカ福音。ルカの福音書第三章三章の第八节八節。你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉�罕兴起子孙来。だから悔い改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にはアブラハムがあるなろと心の中で思ってみるな。お前たちに言っとく。神はこれらの石頃からでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。所以以肉体做夸口的不会得神悦纳。だから肉体で持って誇りとするものは神に喜べません。肉体是亚伯拉罕的子孙。私は肉体においてはアブラハムの子だ。但是神的眼光、神的角度、你的灵没有活的。あ、しかし神の目から見てあなたの霊は生きてません。石头中可以兴起亚伯拉罕的子孙。石ころの中からアブラハムの子を起こすことはできる。我可以赏赐给这些石头灵啊。私はこの石ころに霊を与えることはできる。我可以拣选这些石头成为属灵的子孙。まだこの石ころを選んで霊的な子になることもできるの。所以我们今天在跟随耶稣的脚踪。ですから我々はイエスの足跡に従う者は。在走这一条信仰的道路。またこの信仰の道を歩む者として。我们不要太注重肉体上的夸口。あまり肉体的な誇りを重んじるな。我信主信几年了。私信仰入ってどのぐらい経ったか分かるか。我刚传道当多久了，你知道吗？また伝道者になってどのぐらい経ったか分かる。这好像又肉体在夸口一样。何か肉体を持って誇ってるような。我有没有真的是有属灵的生命？しかし私本当に霊的な命あるかどうか。属灵的角度是不是真的配称为亚伯拉罕的子孙？啊，霊的な角度から見て本当にアブラハムの子の子にふさわしいかどうか。我是不是真的一个活的石头？あるいは私本当に生ける石であるかどうか。我的呼叫，耶稣会悦纳吗？私の叫び声がイエスに受け入れられますか？所以我道理再怎么讲，だからいくら教えを言ってもな、可能耶稣非常的感叹、あるいはイエス様は感嘆する、不要再讲了、もう話すなって、你讲那么多都没用、あまりたくさん話しても意味がないよって、因为我看里面你们真的没有属灵的生命、なぜならあなたうちには霊的な命がない、有的弟兄姐妹没有像你在台上讲到、ある兄弟姉妹が講壇の上で説教はしないけれども、但是他们在信仰生活的表现、しかし信仰生活においてのその行いは、好像没有人看到。誰にも見られませんけど。但是他们都是活的石头。しかし彼らはみんな生きる石です。都是有生命的石头。命のある石。他们才真的是亚伯拉罕的子孙。彼らは本当にアブラハムの子だ。他们的呼叫我愿意听。彼らの叫び声は私は。他们的祷告我愿意听。彼らの祈りは私は聞く。所以我们今天进入真耶稣教会。だから我々真耶稣教会入った者は要很注意。注意してほしい。不是只有法利赛人。ただパリサイ人だ。他们在用亚伯拉罕夸口。彼がアブラハムを誇りとしてるわけじゃありませんよ。我们自己一软弱也会成为这种现象。私たちがもしも弱まった時も同じ現象起こるんです。所以在真耶稣教会不要靠年资，我信主多久。ですからこの真耶稣教会にいながら私は信仰の長さを持って誇りとしないように。要看谁真的是有灵充满的活石。誇るべきものは霊的に霊に満ちてる生きる生ける石を持って誇るべきです。ヨハネ福音。ヨハネによる福音書。第一章。第一章の四十節。四十節。ヨハネ福音第一章的四十節。ヨハネによる福音書一章の四十節。听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。41節。他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。弥赛亚翻出来就是基督。”彼はまず自分の兄弟シモンに出会って言った。私たちはメシア、訳せばキリストに今出会ったと。希伯来文旧约的弥赛亚就是新约希腊文的基督，就是受膏者的意思。ヘブル語のメシア、すなわち新約このギリシャ語の言うとキリストです。君王一定要受膏。その王たるものは必ず油で注がれる。所以骑着驴驹子的和平的君王就是弥赛亚，就是基督，就是耶稣。啊，コロバに乗っている平和の君はすなわちイエスであってキリストであってミサヤである。他们的见证。彼らの
証人だ。我们遇见耶稣，我们遇见弥赛亚。啊，我々イエスに出会った、我々メシアに出会ったっていう。所以我们今天每个人都应该这样。我々のみんな同じことを言うべきです。我们真的看到。私は本当に。大家所盼望的受膏者。待ち望んでいる油に注がれるもの。所以我们在信仰生活上要跟我们四周围的人有活出一个活见证。だから我々の周りの人の中と一緒に生活しながらも。啊，生きる証人となるべき。就是我们要呼叫得出来。すなわち叫べるように。众人面前我们不认耶稣。みんなの前にイエスを認めないならば。耶稣没有责备我。イエスはあれを責めません。耶稣说你闭口不言。あなた方黙っていれば。我在兴起别人。私は他の人を起こします。所以我们哪一个人愿意做活石，哪一个人愿意成为活的见证。誰が生ける石となりたければ、誰がその生きる証人となるんです。我们就是会呼叫。そうすれば私が叫ぶ。我们就是会透过我们让人认识耶稣。また私たち自分を通して人にイエスを認識させるんです。創世二八六。賛美歌286。